は。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。これからベルーガ公開トレーニングを行います。その前に3つお願い事があります。まず1つ目は、今日もベルーガたちは元気いっぱいです。トレーニング中、たまに水しぶきが皆様にかかることがありますので、一番前のお客様は特にお気をつけください。そして2つ目は、こちら目の前の舗装位通路をトレーナーがよく通ります。手を出していますと、手がぶつかった時にお手持ちのものやトレーナー自身がプールに落ちてしまうことがありますので、手を出さないようにしてトレーニングをご覧ください。そして3つ目は、写真撮影についてのお願いです。フラッシュが一斉に光ってしまいますと、ベルーガたちが驚いてトレーニングをやめてしまいますので、フラッシュが光らない設定で写真撮影をしていただきますようお願いいたします。さあ、今日はですね、元気いっぱいのベルーガ3頭が、こちらのプールでトレーニングを行っていきます。くれぐれもですね、今お願いしたことを、ぜひ守っていただきたいと思います。ベルーガたちも待ちきれないようなので、早速トレーニングを始めていきたいと思います。どうぞゆっくりのトレーニングをお楽しみください。今回トレーニングに参加するのは、ここオーロラの海で生活している3頭のベルーガたちです。それでは順番に1頭ずつ紹介していきます。早速私の前で胸びれを振り始めたベルーガ。このベルーガはメスのグレイと言います。グレイは推定年齢18歳です。グレイを見分けるポイントとしては、背中や頭などにトラックのような模様があるんです。ぜひ体の模様にもご注目ください。グレイは真面目な性格のベルーガです。さあ、次に紹介するのはメスのベルーガです。右奥にいるのがターニャというベルーガです。ターニャは両胸びれを振ってご挨拶しています。推定年齢22歳です。ターニャは今のように大きな鳴き声を上げながら機嫌の良い時はトレーニングを行うんですが、何か気に入らないことがあると、トレーニング中でもトレーナーの前から離れていってしまうなんてこともある、少し気分屋さんなところがあるベルーガなんです。そして最後に紹介するのは、皆様から見て中央で顔を上げているベルーガです。名前をコドイと言います。コドイは王冠最高齢のベルーガでして、推定年齢はなんと39歳です。一般的なベルーガの寿命からしてもですね、非常に高齢なおじいちゃんといったところなんですね。動きが少しゆったりしているのも考えられているんです。さあ、こんなベルーガたちが行っているトレーニングについても少しお話をしたいと思います。トレーニングは動物の毛
復習者接種。Thank you.